県の南西部、霧島山をはじめとし、四方を山々に囲まれた都の城盆地に位置する都の城市。島津発祥の地である都の城市、かつては薩摩藩領であり伊東藩との接点でもあったことから、古来より交通の要衝として栄えてきました。歴史の変遷にもかかわらず、都の城市にはこの土地の風土が培い、先人たちにより受け継がれてきた郷土芸能が数多く現在も継承されています。これらの郷土芸能には今でも歴史が息づき、悠久の時を超え先人たちのたくましい鼓動を肌で感じることができます。中でもこの山の口麓に継承されている文屋節人形浄瑠璃は、一体の人形を一人で操る芸体の古浄瑠璃と呼ばれる貴重な文化財で、全国に数か所しか残っていません。古来より三股院が設置され、交通の要衝だった山の口は、中世から近世にかけて伊東市と島津市による領地争いが幾度も行われ、目まぐるしく領主が入れ替わりました。武家門や石垣など豪士たちの屋敷跡が今も点在し、当時の面影を忍ぶことができます。文屋節人形浄瑠璃は1670年代に大阪で古浄瑠璃の名手岡本文屋によって始められたと言われています。関西地方で流行っていた文屋節人形浄瑠璃を、薩摩藩の参勤交代の折習い覚えた豪士たちが持ち帰り操ったのが、山の口麓文屋節人形浄瑠璃の始まりとされています。山の口麓の文屋節人形が操られていた年代を裏付けるものとして、文政9年1826年に書き写された人形語り台本が残っています。その巻末に、山の口五番所勤務関所の番人であった曽木氏がかねてより文屋節人形浄瑠璃を好み、人形を操って近辺の人たちを喜ばせていたことが記されています。資料館の展示室には、江戸末期に使われていた人形や狂言に使われた台座などが展示されています。文屋節人形の舞台は高幕式といわれ、床から高さ4尺、1メートル20センチの腰幕を左右に張り渡し、上に水引幕を張ります。その間、180センチほどの空間で人形を操ります。人形は頭差し込み扁平片板固定式で、左手に道具師と木製の左手を持ちます。右手は同じように右手を持って動かします。人形師は人形の裾から手を差し込んで操ります。人形は文楽人形の原点といわれる、一つの人形を一人で操る古い形を守っており、一人使い人形と呼ばれています。語り調子は文屋調といわれ、憂い節、泣き節といわれる
独特な節回しです。間合いに三味線と拍子木が入るのが大きな特徴です。この山の口ふもと文屋節人形浄瑠璃は平成7年に国の重要無形民俗文化財に指定されました。それでは山の口ふもと文屋節人形浄瑠璃を見ていきましょう。一本式部教まずは近松門左衛門の作品出世歌劇用です。出世歌劇用は初段の大仏殿不審の段、二段の阿古屋重化の段、三段の拷問の段、四段の牢屋の段で構成されています。大かぶりして源平の戦いに敗れた平家の大将悪七兵衛景清が源頼朝を討とうとしますが失敗に終わります。逃げ延びた景清は小さな子供が二人いる元遊女の阿古屋のところに身を寄せます。阿古屋の兄十三は褒美をもらおうと景清の妻小野姫を装って書いた偽の手紙を妹の阿古屋に見せました。嫉妬した阿古屋は奉行所に景清の居場所を教えてしまうのでした。奉行所の手勢に囲まれた景清はやっとの思いで難を逃れます。幕府は景清をおびき出すため妻の小野姫とその父親を拷問にかけます。見かねた景清は自首し捕らえられてしまいます。こりゃ過激よぞ。阿古屋は子供二人を連れて牢屋に囚われの身となった過激よのもとに詫びに来ますが、過激よの怒りは解けません。はやはや帰れ、思い切ったぞ。思い余った阿古屋は過激よの前で子供を刺し殺し自らも自害してしまいます。そこに物見湯さんから帰ってきた十三に牢を破った景清がつかみかかり殺してしまいます。一旦は逃げようとした景清ですがまた小野姫たちに害が及ぶことを案じ再び牢に戻り観音経を唱えるのでした。血筋の名を身にまとい刺しにける。続いては門出屋島です。門出屋島は初段の出陣の段、二段の屋島合戦の段の戦場と弁慶の段切り、三段の屋島の裏の段で構成されています。源の義経の家臣佐藤継信が出陣に加えてもらおうと氏神様に祈願します。尽力をもって兄の佐藤継信は忠信は残れと言い、弟の佐藤忠信は兄は家を継ぐために残れと言い争います。しかし父の庄司が二人の出陣を許すこととなり訓示を与え親子の惜別を述べ送り出します。安西の壇上が馳せ参じ兵士が出陣したことを告げます。
義経は佐藤兄弟を先陣に加え、西国を目指し出陣していきます。出陣した義経は一の谷を攻め破り、屋島に陣を張り、兵士の軍船を待ち受けます。御大将を守ろうと継信が前に出たところ、兵士の弓の達人能登守が放った矢が胸に突き刺さり落馬してしまいます。弟の忠信は兄の敵と真っ先に突進し、源平入り乱れての戦いとなっていきます。屋島の合戦では武蔵坊弁慶が大活躍します。敵将兵の首20から30を数珠つなぎにし、念仏を唱えながら棒たちを振りかざし敵を追い回します。弁慶の大暴れにより兵士は滅亡し、源氏の勝利となります。佐藤忠信は矢に撃たれた兄継信を浜辺に行き探しました。ようやく大怪我を負い倒れている継信を見つけます。継信は息も絶え絶えではありましたが、自分のことよりも主君義経や味方のことを気にかけます。継信を戸板に乗せ、提灯を灯しながら義経の本陣へと運びます。継信は義経に解放されながら静かに息を引き取ります。皆さんこんにちは。山の口ふもと文屋節人形浄瑠璃の合間には、古浄瑠璃時代の上演形式といわれる人形狂言である愛狂言があります。まだ声がキラキラやね。太郎、五郎、八祖、高砂ゴンババなど滑稽な道化人形が方言を使い、にわか風の語りに合わせて動き回ります。ユーモアたっぷりの語りは観客を笑いの中に引き込みます。もうな、やゆいた大ハゲなんどなかと締め付けられいてもいてかった。まずは太郎のご背向けを見てみましょう。姉さん、姉さん、おいや、小柄で気の利く矢祖が頭の大きい太郎と美人で色気のある高砂ゴンババの縁談を取りまとめ、結婚式にこぎつけます。この人が太郎さんじゃんと。無事三三九度も終わり、一同祝い歌でにぎやかに舞い納めます。次は愛狂言東岳のイノシシ狩りです。わいがせこじゃんど。太郎、五郎、八祖の3人が東岳にイノシシ狩りに出かけますが、途中大蛇に遭遇します。やのよ、脇の穴もどか変ができたがね、もへわら。八祖が大蛇に巻きつかれ大当てをする3人ですが、タバコの煙で大蛇を酔わせ、無事太郎の妻のもとへと戻ります。よいよ、かかよ、今戻ったがよ。あらわ、今日はえかしたが。山の口ふもと文屋節人形浄瑠璃の後継者育成のため、平成6年度から保存会協力のもと、ふもと小学校の児童を対象に指導を始めました。子どもたちは物語の内容を学び、場面を思い浮かべながら人形を動かし、語り太夫や三味線にも挑戦。また保存伝承の大切さや地域の偉大さ、誇りを直に感じ、貴重な後継者として着実に育ちつつあります。
今や全国で数箇所しか残っていない貴重な文化遺産、山の口ふもと文屋節人形浄瑠璃。ここに根ざした人々は昔から時代の変遷に戸惑うことなく、自分を見つめふるさとを愛してきました。その郷土愛の結晶が山の口ふもと文屋節人形浄瑠璃なのです。今日も澄んだ山の口の空に独特の語り調子と三味線の音がどこまでもこだまします。